カイロは ST マイケロレクトラーニックスが開発したビデオチップである。カイロ2を搭載したボードカイロのアーキテクチャは NEC とビデオロジェックが共同開発したパワーバーアーキテクチャが元になっており、画面を数平方ピクセルごとのタイルに分割して演算を行うことで必要となるメモリ帯域幅を抑えられるタイルベースレンダリングを特徴とする。 最初の製品であるカイロは2000年に発表され、DVD 再生支援機能やフルシーンアンチエイリアシング、バンプマッピングが実装された2001年に発表されたカイロ2はカイロをベースにオパングルへの完全対応やダードックス、圧縮テクスチャへの対応などの改良が施されたものとなっているカイロを搭載したグラフィックボードはコストパフォーマンスに優れ、 バリュークラス帯における NVIDIA G-Force 2の対抗馬として注目された。カイロは性能で G-Force 2 MX よりも劣るが、カイロ2は条件によっては G-Force 2 MX を上回る性能を持っていた。しかしハードウェア T&L エンジンやプログラマブルシェーダーを搭載していないため、これらを必須とする一部の機能は利用できない。カイロカイロ2パワーバー4をもとに、 ハードウェア T&L などを実装したチップであったが、ST マイケロレクトラーニックスが、ビデオチップ市場から撤退したため製品化は、されなかった。AB、イカモの研究所カード&、ボードレビュー61ヘラクレス 3D プロフェット4564メガバイト。ドス。 V マガジン、https コロンスラッシュスラッシュ www.4gamer.net スラッシュレビュースラッシュ pdf スラッシュ kyroii.pdf2019 年12月22日閲覧。3度目の挑戦が実るかパワーバーシリーズ3ベースのカイロが登場。 PC ウォッチ、秋葉 PC ホトライン、2019年12月22日、閲覧、ABCD、NVIDIA に追いつけたか、期待の回路2搭載ビデオカードが登場。PC ウォッチ、秋葉 PC ホトライン、2019年12月22日、閲覧、例えばダードックス8世代のベンチマークソフト、3D マーク2001では、 ハードウェア T&L を利用する一部のテストがパス、されるためスコアが低くなる。ただし当時、ダードックス8に完全対応していたのは G-Force 3だけである。回路シリーズのストマイクロ、PC 用ビデオチップ市場から撤退。PC ウォッチ、2019年12月22日、閲覧、ありがとうございます。